京浜電気鉄道の付随貨車では、京浜電気鉄道及び京浜電気鉄道と、相互乗り入れを行った後1941年に、京浜電気鉄道と合併した湘南電気鉄道が、保有した付随貨車、並びに京浜電気鉄道が1942年に、東京急行電鉄へ、戦時統合された間に導入され、1948年に、 京浜急行電鉄が独立した最低級に引き継がれた不随化車について述べる。1913年に京浜電気鉄道が製造した木造四輪無害車5両に始まり、1932年製の湘南電気鉄道の四輪無害車2両、第二次世界大戦中に鉄道省から払い下げられた四輪無車10両、 戦後に製造された四輪無害車二両の合計19両が存在した。湘南電気鉄道の二両と戦時中に払い下げを受けた重量は大東急から分離独立した京浜急行電鉄に引き継がれ、一部は1970年代前半まで使用された。戦後まで使用された払い下げ車を除き、記録がほとんど残っていないため製造者、携帯、改造履歴など不明な点が多い。 対象から昭和初期に存在した木造四輪電動貨車、木造ボギー電動貨車については、京浜電気鉄道の電動貨車を、京急分離独立以降製造のボギー貨車は、各車両の記事を参照のこと。京浜電気鉄道が1913年4月22日武士渡大千五5 0 1号で構造の認可を受けた、7トン石四輪。 無害貨車4両及び4トン積4輪無害貨車1両で、同年5月7日付で春行届を提出した。1から4号の車両寸法は、長さ5.79メートル、幅2.12メートル、高さ1.46メートル、地上は3トンである。軸距はは2.13メートル、ブレーキは、手ブレーキを装備する。製造所は5号も含めて不明である。事業用として使用した後、 1937年11月24日付で廃車届が提出された。湘南電気鉄道が建設工事用に鉄道省から払い下げを受けた木造4輪無害貨車4両のうち2両を建設工事後事業用に使用するため 1435mm 機関用に改造した8トン石木造4輪無害貨車である。改造工事は鉄道省大井工場に依頼された。 1930年12月17日付で設計認可を受け、昭和7年2月26日付で竣工届を提出した。鉄道省時代の番号はつ4052、つ4057で湘南電気鉄道では都1にとされた。その後、破損が甚だしいため1939年4月30日付で廃止届を提出したが、完全に修理した後、 同年9月14日付で再使用認可を得た。東急合併により1942年と5060型と5061、5062、1948年の京浜急行電鉄独立に伴う改版で、都60型と61、62となったが、老朽化のため1951年4月17日付廃止届で廃車された。戦時下の燃料不足により、 五千用貨物自動車がほとんど使用不可能になったため、九百四十三年一月に、東京急行電鉄玉川線からと一型と六から十一を、湘南線へ転属させ、と五千七十一から五千七十六とした十トン席、木造四輪無害貨車である。この転属の代替として、湘南線から玉川線へ、電動貨車では五千十三号では三千三十一に、 改造、改版の上転属させた。京急独立によりと71と76に改版の後、老朽化により1951年4月17日付け廃止届で廃車された。レール運搬車に改造ものと80軽戦局の悪化により1944年6月から湘南線で貨物営業が開始されることになり、同年鉄道省から と2万系無外貨車重量が払い下げられ、と5080型と5081から5090となった。京急独立により、と80型と81から90となり、1962年に、と91、92が、東急車両製造で製造された。1950年に、と81、84が、機上運搬車に改造された後、1968年、 1969年、1973年、1978年の4回に渡り、廃車され、一部が地60系、利70型に改造されたことになっている。番号変遷と廃車時期は、下表の通り、ありがとうございます。